が、結婚に大反対しています。2020 20代後半私大文系卒女です。利用学歴,歴差です。私と理系卒の彼の偏差値は15点とありますが、父曰くバカな彼はメーカー勤務年収700万あり、父へ何度も様々な説得を組みましたが、バカの血を入られた迷惑、俺の幸せはと聞かれ説得を諦けました。父を騙され、黙らせる方法はあります。多分これありますか？って書こうと思ったんだと思うんですけど、別にあの父親の同意なんていらないので、先にもう入籍して入籍したよ。っていう紙を渡せばいいじゃないですか。そのあの？自分 娘がその結婚しようと思って好きでいる相手をそのバカの血が入るとかっていうのって失礼だと思うんですよあの面白ければいいんですけど面白くないですよねあの全然関係ない話なんですけどあの他人のプライベートの話をっていうがよくないので誰の話だから想像してくださいね僕の知り合いですげえブサイクがいるんですけど あのその家族相手方の家族に紹介された時「あの私ブサ細工は嫌だわ」っておばあちゃんに言われたらしいですよね。<laughs> いやあの親族に無イクが増えるのが嫌だっていうのを正直に言ったっていうので、もう、あの、本人も、その、結婚相手も家族みんな苦笑いっていうのがあって、で、僕、あの、その彼の結婚式に参加したんですけど、もおばあちゃん超大好きで、あの、その話聞きましたって言って、あの、すごい仲良くしようとしたっていうのがあります。はい。あのでおばあちゃん面白いなと思いました。はい。